皆さんこんにちは、ブドウちゃんです。月間170万 PV、見てくれる人34万人の姫路のローカル情報サイトをやっております。そのツイッターにご依頼が来ました。 M-KT22443 さんから、このブドウのマークですね。ブドウのマーク、ブドウちゃん、びっくりびっくり。いよいよ明日コーデラのオープンですよ。キラーンみたいなね。昨日リップって言うといいんですかね、あったんですけども、今日コーデラの以前から記事にも書いていたオープンする、今から行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。えいえぽう。はい、ということで今ニブドンに来ています。ここ左手が関西自動車教習所かな、まあ教習所がありましたよね。で、ここのファミリーマート取り上げまして、ここの前ですね、土砂があるんですけど、何か工事してるんかと思ったら、情報によりますと土砂をまあ置いてるだけだというような情報がありますので、ちょっとこの後今後どうなるかわからないです。管理地とか言いますね。はい、手打ちうどんの福吉さん。この辺はね、広告が結構ありますね。タツノコホームさん、ピタッタホシさん、神戸新聞ハウジングセンターさんとかね、結構不動産が強めの広告の看板設置地帯ですね。はい、松本整骨院、こちらもなんか、あ、情報はあったんですけど記事にはできなかったかな。はい、ただいま今日オープンのね、コーデラに某お店がオープンするということで今向かっております。昨日ツイッターにですね、 M-KT2244 さんから、リップって言ったらいいんですかね、いよいよ明日某お店がオープンやでということで、ちょっとお前見に行ってこいよということなんですかね。依頼を受けて今行っております。あ、この辺もね、なかなか来ることが少ないんで、二分のですね、ここは。ここ左に曲がれば二分の駅のところですね。はい、あ、こんなとこに仕出し、お食事どころ、がありますね。はい、ライフオートさん、中古販売ですかね、自動車の販売。はい、ここ右に行くと製紙工場なんですけどね。はい、某お店がオープンしているということなんで、今日オープンだそうなんですけど、姫路には、3店舗目になるのかな。あ、皆さんこれ、見えてますかね。私の肉眼では見えてるんですけど、皆さんのこのカメラには映ってますかね。見えてます？右手の方に。はい、ということで本日オープンのハロブにやってきています。めちゃくちゃすごい、うわ、すごいな、すごい人ですね。で、姫路の北側では初のオープンとなります。場所はですね、目の前に王将があります。そして向こうには万丹線が走っております。こちらに本日2月7日かな、オープンしています。あ、書いてますね、24時間営業、弁当、惣菜、飲料、パン、ビール、日用品、米、頼もしいですね。はい、駐輪所もあります。クリーニングもあるみたいですね。で、買ってきました。他で買ったら90何円したんです。今日は、80何円ですね。安かったです。そしてガードマンさんに聞くところによると、あの臨時駐車場があって、で、あの今はこの裏にも新規オープン時だけはあるとのことです。何店舗かあのオープンを担当されたそうなんですけども、こちら落ち着いてオープンして、今回オープンは粗品などは中ないんですけども、中はすごい人ですね。
果物コーナーがすごい安かったんですかね。めちゃくちゃ人がいました。全体的にハローズさんといえば安くで提供してくれるということなので、コーダラには、すぐそこにはマックスバリューがあったんですけども、なくなってしまったんで、コーダラで、このぐらいのスーパーを待ってた人も多いんではないでしょうか。はい、ということでコーダラからお届けしました。それでは次の謎に向かいたいと思いますので、皆さんまたお会いしましょう。